それよかった。元津の、あの、地獄の国道の方行かなくてよかった。あ、福井県だ。すげえ。おー、もう福井県だ。で、大野市ですね。あ、ちょっと天気がある。あー、雨当たってくんだ、こっち。あらあら。すごい評価。高い評価。降ってくるもんね。あ、ここから一般道扱いなんだ。もうそのまんま自動的にあれなんですね。一般国道なんですね。すごい面白い構造ですね。ああ、雪国特有のラインマークが出てきたし、これを NC してるかな。エンブレキがすごい。ここから多分長いぐらい高すからね。さあさあ、どっちかというとブレーキという大型の人間なんで、こういったところでね、あんまブレーキ対応すると、本当にブレーキのすり減りがえげつないですからね。あ、ここら辺も今まだ工事やってんだ。すげえ、ぶち抜いてくんだ。あ、すごいっすね。あれ、この辺りは普通力なのかな？もうちょい先のほうになってるか。わあ、雨だ。こっち出た瞬間でしたね。人は行きたがってるみたいな気がします。さすがに4台通らなってきたらきついぞ。ねえ、言っとったのは、その、大野市か。大野市がその城下町のところかな。で、大野市も40度気あったね。これでも、すごいな。この先のところはだいぶあれですもんね。もう完全に一般道の感じですもんね。一見海なんですけどね。え、晴れてんだけど。喫茶カーブ。まあ、カーブに合いますからね。そのまんま過ぎるやろ。首踏ん張ら。お、待ってた。待った。あまり変わらんかな。あ、この辺りも九頭竜湖なのかな。綺麗。へぇー。だから、法人用資料用の、基地ぼかしなんで、駐車場がないな。これは多分もともとは、駐車場だったっぽいけど、休憩場だったっぽいけどな。ちなみに多分後ろの車は相当苛立ってる。かわしようもねえもんな。こんだけ本当に座る対向車も来るから。さすがに言うとそのスピードも全然出てないわけじゃないですからね。さっきのハイエースはだいぶ押されたら T になってましたけど。あ、綺麗。すっげー。これあたりもそっか、物流庫。わー、あ、そっか、雨だからね。しけちゃうもんね。ふぅー、すごいなぁ。まあ、まだ桜咲いてる。そうか、こっち標高高くて気温低いかなか、まだ桜見れると思わんかった。ちょっとここで一回、あ、ダメか。
スマハンバラ出会い公園。どっかで、終えたい気がする。ああ。ドライブインみたいな感じか。目が慣れん。ちょっと怖いわ。おぉ。ライトを打ちないと全然追いつかん、目が。うん。突っ込みます。わぁ、吊り橋すげぇ、突っ込み止めだった。わぁ、なんでこれ、めちゃくちゃいい景色。あ、もともとドライブインがあったけど、もう閉まっちゃったんだね。今、詰め所になってるみたいですね。はい、はい、はい、はい。後ろの車が、なこと言っとらんと、とっとと行けという。はい、はい。あんま距離詰めないと、駐車場あっても入れるみたいな。待ってんだよな、駐車場がだいぶ。あんな感じで、ゲートがかかっちゃってるんで、なんか止めてみたいんだけど、止められる場所が、どこにあるのかもわかんないしな。ここも詰め所だもんな。一回その九頭竜湖駅、出るだけ出て、道の駅かなんかちょっとこの辺り観光情報を仕入れるっていうのも手ですからね。うわ、スノーシェルターか。なんでここだけ、あ、勝手になってるか、あれか。太陽に当てたな。ちょっとだろうな。もうちょっとさすがに止めねえな。ただ景色もめちゃくちゃすごいよこれ。わ、めっちゃ綺麗。あんまり撮れ、あ、ここでいいや。あーしょ。よいしょ。すごい。あ、これダム、やっぱダム湖なんだね。へえ。よーし、ちょっと降りてみようかな。カメラもすごい位置になってるし。飛んでってるー。